お元気ですか、ボクシュミです。今回は2024プロ野球チップス第1弾開封動画でございます。メインチャンネルの方ではね、久しぶりの開封動画でございます。私自身もですね、首を長くして待ってました。で、なんとかね、10袋購入することができましたのでね、早速やっていきたいと思います。第1弾の第1回目はですね、10袋でね、挑戦したいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。ではね、やっていきたいと思います。ほいっと。ではね、記念すべき第1弾の、開封動画、1袋目でございます。阪神タイガースの大竹耕太郎投手でございます。で、2023年の、こちら盗塁王ですね、ソフトバンクホークスの周東佑京内野手でございます。2袋目でございます。読売ジャイアンツの戸郷翔征投手でございます。で、こちら打点王と最多安打の横浜 DeNA ベイスターズ牧秀悟内野手でございます。3袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手でございます。で、こちらキラでございます。福岡ソフトバンクホークスの有原航平投手でございます。元ね、ファイターズでございます。4袋目でございます。読売ジャイアンツの、秋広優斗内野手でございます。で、横浜 DeNA ベイスターズの山崎康明投手でございます。5袋目でございます。オリックスバファローズの杉本裕太郎外野手でございます。千葉ロッテマリーンズの山口幸喜外野手でございます。6袋目でございます。オリックスバファローズの中川圭太内野手でございます。で、本塁打王の千葉ロッテマリーンズのグレゴリー・ポランコ外野手でございます。7袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの野村佑希内野手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルスの小郷裕也外野手でございます。8袋目でございます。中日ドラゴンズの大島洋平外野手でございます。で、ヤクルトスワローズの山田哲人内野手でございます。9袋目でございます。で、チェックリストですね。で、こちらがですね、プロ野球史上88人目の目つまでプロ野球史上88人目となるノーヒットノーランを達成したソフトバンクの石川投手が映っております。
で、最多安打の中野拓夢内野手でございます。はい、ごめんなさい、ラストの、10袋目でございます。ソフトバンクホークスの栗原陽也内野手でございます。そして最後は阪神タイガースの、西勇輝投手でございます。以上で2024プロ野球チップス第1弾開封動画、1回目を終わりたいと思います。今回はキラカードが、1枚でございます。これキラカードがなのかどうかはね、ちょっとわからないんですが、白サインカードは出なかったことにつきましては大変申し訳ございません。であとはですね、ラッキーカードも出なかったことも申し訳ございません。で、後からですね、今度は、プロ野球カードですね、今度。そっちもね、2箱購入しておりますので、届き次第開封動画としてやっていきますので、よろしくお願いいたします。で、サブチャンネルは僕の料理チャンネルでございます。そちらは、夕飯動画や、毎週水曜日は、試食動画を上げております。で、たまーにですが、チョコボールチャレンジもやっております。くちばちのところに、金か銀のエンゼルマークを、出るように頑張っております。そちらもぜひよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。